プ、一番でっかいやつこれですけども、マーシャルアンプから音が出ておりますけどもね、エフェクターどこにかましてるのかということなんですが、アンプリチューブです。アプリです。iPhone アプリですね。ということは、じゃーん、iRig 2でございます。iRig 2! また例によって IK マルチメディアさんね、新作が出たということで、iRig 2ちょっと送っていただいたんですけども、これ何が変わったか。マイクスタンドとかにね、装備できるように、これベルクロがつきました。これで結構ね、置き場所に困らなくて済むんじゃないかな。ゲインとスルーがつきました。ゲインとスルーがついたってことはどういうことかっていうことだよね。これまでのアイリングね、ヘッドフォンで聞いてたんだけども、ここを見て、じゃん。アンプのアイコンが書いてある。ここね。もう一個シールドさせるとかが増えました。アンプに出力できるようになったわけですよ。このダイヤル、ゲインのダイヤルを回せば、当然音量が変わっていきます。これ回しますね。はい。大きくなっていきますね。で、スルー。FX かスルー。FX っていうね。FX かスルー。切り替えると、素の音でスルーされます。エフェクト入れるとという具合ですね。 2, 3, 4 Baby, 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 baby